の皆さんにイスラムの正しいメッセージ、それとモハンマド・サルラサルの正しい姿、モハンマド・サルラサルがどういう方であったかを、まあ、日本人の皆さんに紹介するために設立された団体であります。で、毎年東京大学でセミナーを通して日本人の皆様にイスラムの正しい姿を伝えようというふうにしています。今年のセミナーは今10月とおっしゃったんですが、10月6日になります。ぜひ皆さん東京大学に来ていただきたいと思います。で、今日ここに来ていただいた方々が、まあ、ちょっと拝見しますとムスリムの方々が多いんですが、中にはまだイスラム教ではない、イスラム教ってどういうものか多分知ろうと思って来られた方々もいらっしゃると思います。その方々にイスラムの基本中の基本の一つの、まあ、短い言葉で紹介したいと思います。まあ、イスラムのことはいろいろあるんですが、大体日本ではイスラムの厳しい戒律とか男性が4人の妻を持つとか、なんかところどころからポツンポツンポツンということは知られているんですが、イスラムって何なんですかということは知られてない方もたくさん、まあ、いらっしゃると思いますから、イスラムの基本中の基本は創造物ではなくて創造主を崇拝すること。まあ、その創造主、創造者様とも言うんですけど、我々がアッラと呼びます。それはゴッドと言っても神様と言っても、まあ、スーパーパワーと言ってもいいと思うんですが、なぜアッラを崇拝するということですか。世の中に木とか石とか天体、太陽を崇拝する人々もたくさんいるんですね。それがなぜいけないかということが、その違いがイスラムと宗教の中にあると思います。まあ、我々人間もそれ以外のこの地球にあるもの、石、木、他のもの、それからまあこの地球外のもの、地球そのもの、天体、すべてがまあ神様が作られたものです。我々人間が他の人間を崇拝しませんね。なぜなら私たちと同じレベルのものだからです。まあ、私も人間、あなたも人間、この人も人間、なぜ私が他の人間を崇拝しなきゃいけないか。それと同じように太陽も他の天体も月も同じ創造主から作られたものです。ですから人間とそのものが全て同じレベルのものである。で、同じもののレベルを崇拝するのではなくて、崇拝するのはその全てのものを作った創造主を崇拝するということです。で、どうやって崇拝するか、どうやってアッラーを拝むかのもちろん詳しい話はこれからの皆さんのスピーチの中もあると思いますが、私はここにポイントを押さえたいのがそれだけなんです。創造物はいろんなのがあるんですよ。で、特に人間が作ったものをまた人間が崇拝することではなくて、人間とそのものを作ったアッラーを崇拝することがイスラムの基本です。なぜなら、まあ、我々を作った創造主ですから。人間が自分のもの、自分が作ったもの、まあ、コンピューターでもテレビでも機械でもやっぱり自分の思い通りに働いてほしいんですね。テレビが、まあ、電波の受信のためのものですが、そういうもの役割を果たさないテレビはもう我々うちに置かないんでしょう。人間がそのために作ったものです。それとまあちょっと違うけど似たような話では、アッラーが作った人間はアッラーの思い通り、アッラーの命令通りに動かなければいけないです。で、その命令の基本はアッラーを崇拝すること。で、その崇拝の仕方はまたコランを通して勉強すれば、まあ、ここにも出ていますように人間のガイドブックである、人間の取説とも言える取扱説明書で、人間は他の人間とどう扱うべきか、他の人間この世界でどういうふうに生活するべきか、毎日 朝起きた時から夜寝る時までのやり方、またはもっと言うと生まれた時から死ぬ時までの人生の過ごし方がコランにあります。でもそのいろんな詳しいことがあるんですが、そのベースはやはり先ほど言ったように創造主を崇拝することである。短いことですが、まあ、私の話はここで終わらせていただきます。